アンサービナードラジオポコリポコリ。皆さんこんにちは、アンサービナードです。今日は浜松町ではなくて東京じゃなくて広島に、います。で、広島テレビ立派な放送局の一番大きな、そして新しくて輝いているスタジオにお邪魔しています。ラジオではこの雰囲気は伝わらないけど、広くて、すごい機材がいっぱい置いてあって、ラジオのためには何の役にも立たない機材がいっぱいあるんですけど、今ちゃんと照明が当たって、一応服装もちゃんと してるんです。今日は珍しくで、今日は一人で喋るんじゃなくて、素敵な仲間に来ていただいたんですけど、広島テレビの、馬場さんと長嶋さん、文化放送を聞いてる皆さんに、はい、自己紹介お願いします。はい、アーサーさんよう気にさったね、広島テレビにということで、広島テレビアナウンサーの馬場伸恵です。よろしくお願いします。はい、そしてアーサーさん、文化放送をお聞きの皆さん、広島テレビアナウンサーで、ニュースの解説委員という仕事もしてます、長嶋清隆と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は、昨日知ったんですけど同期ですよね。そうなんですよ。そうなんです、同期入社ですね。入社25年になっちゃいましたね。で、広島にいると、例えばその、路面電車の広告とか中吊りとかいろんな施設に貼ってある、ポスターとか、ね、に馬場さんの顔と広島さんの顔がどっちかが出てくるんですね。あんまり一緒に並ぶことはないかもしれないですね。そうですね、こうやって2人でなんか進めるというか、今回アーサーさんとご一緒するわけですけど、そんな意外となかったですね。そうですね、ですからアーサーさんとお仕事するのも新鮮ですし、実は馬場アナウンサーと仕事をするのも新鮮で、はい、今日はとってもなんかワクワクして番組に臨んでます。本当ですね。どうなることやら、どうなることやらついていきます。この、広島にわざわざね、お邪魔してこう話を聞いてる理由の一つは、その、語り継ぐこととか、記憶すること、それから広島テレビ の今年の一つの、スローガンでありキーワードが、その覚えること。そうですね、覚えておこうというキーワードを今掲げてますね。で、この覚えておこうって、僕もずっとその語る側として考えたり、聞く側としても、ね、聞いた話をどうやって自分の中に刻めるかって考えるんですけど、この覚えておこうとつながる企画が実は1月8日にあって、はい、僕もなぜかなんか中心になっちゃったんですけどこの今駅前、新幹線口の広島テレビにお邪魔してるんですけど、同じ東区、はい、もうちょっとこう、マツダズームズームスタジアムの方に歩いて線路に沿って歩くと東区民文化センターという、立派なホールとか図書館のある施設があって、でそこの企画で、広島から生まれる音楽物語っていうのがあって、1月8日に、そのコンサートが開かれてるんですけど、いろんなその言葉を作る人、音楽を作る人、そしてその演奏家が一緒になって、で、僕がそのフルオーケストラと朗読するとか、今までやったことない、もう緊張しまくるようなものもあって、しかもその岩崎千尋と組んで作ったものも初演になったりして、それから紙芝居を演じる、でそれはクラシック音楽と組み合わさる、で全部広島から生まれる物語で一つの一日のイベントを組んだんですね。でその中には、その僕が本来なら関わらない歌も結局僕が関わる形でその演奏したんですね。ほうほう。お二人も多分どっかで
つながってたと思うんですけど、あの那須正元さんっていうずっこけ3人組、そう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 、あのこれもね文化放送のリスナーは分かんないかもしれないけど、ここからね路面電車に乗ってずっと行くと、あの、恋っていう、はい、まあ、西広島っていうのかな、うん、そこが、まあ、那須さんのふるさと でそのずっこけ3人組の舞台ですよ ね駅前になんか銅像がありますよね、あるんですよねずっこけで、那須さんはそこに生まれて確か3歳ぐらいの時に ね、そこで被爆し、はい、あのピカを見てるんですね、はい、お母さんの背中におんぶされて、で那須さんがあの広島を舞台にした他の作品も書いてるし、いろんなあのもう多種多様な表現をしてきたんだけど、あのコンサートが開かれることがきっかけになって、その歌になる原稿を書いてくださいって2013年に、その当時 その企画した山本慎二さんが頼んで、はい、で那須さんがばあちゃんの歌っていうのを書いたんですね。歌になる原稿を書くって那須さんにとってもなかなかない機会じゃないですかね。でもねあるんですよ、その不思議だよね、僕もそう思ったんだけど、はい、あの2年前にあの同じ広島の心コンサートなんだけど、その、まあ、1月に今年の1月にやったコンサートの前の企画で実は那須さん あのふるさとの歌っていうのがあって、はい、それが演奏されて、で那須さんこういう歌も作るんだっていうふうに僕もその時ちょっとこう新鮮なあの感動があったんですけど、その次のコンサートやりましょうって言った時に、その昔頼んだその山本さんが那須さんのあの原稿はあのまんまになってんだなって思い出したらしいんですね、はい、っていうのはその那須さんが原稿書いて、そのばあちゃんの歌は歌にならなかったんです。え、そうだったんですか。あの違う作品になって、その頼んだ原稿はまああのそのまんま、うん、まあ棚に置いてあったのか、いやいや、あのよくあることですよ。そうなんですか。僕なんかもう馬に食わせるほど使ってない原稿ありますよ。あの欲しかったら差し上げますよ。だから那須さんもまあ生み出す人だし、あのやっぱりこうその時の作曲家とのこう話し合いとか相性もあるし、はい、作曲家が何を表現したいかで、いやこの原稿は無理ってなるんですよ、うん、で那須さんがその書いたばあちゃんの歌がそのまんまで、僕はその後になって読んだんですけど、やっぱりこのまんま歌にするのはすごい難しい、どっちかというと短編に近い、まあ小編で、でもその頼んだ山本さんはあのいい話だし何か形にできないかって言って、その新作として例えば少しこう削って、で次のコンサートで発表できないかとあの思って、で連絡したんです、那須さんに。そしたら那須さんがちょうどその入院なさって、はい、で間もなく亡くなったんです、はい、そういうタイミングで頼もうとしたら、那須さんがその原稿をもう一度遂行するとか作り変えるっていうのはできなくなって、でもそのコンサートで新作をやっぱりやりたいし、那須さんがこの世を去った後ますますその原稿を生かしたいっていう思いがあって、はい、それで僕のところに那須さんの原稿が来た、普通ありえないことなんだけど、僕が那須さんの原稿を書き直すってことなんだ、はあ、共同作業みたいな形になるんですか。そうなんですよ、はい、でまああの那須さんにいろいろ導いてもらったし世話になったし、番組でもお世話になったけど、その表現の上でいろいろ教わったりして、で那須さんが書いたものを僕が踏まえて書いてるから不自然なことではないけど、はい、でもちょっと恐れ多いっていうか僕が那須さんの原稿を削るっていう作業に入って、で広島の作曲家あの坪北沙耶香さんって素晴らしい若手 の作曲家が
僕が書いまあ僕が那須さんの原稿をもとに作った歌詞を歌にする。ほう。でこの間のコンサートではこれも多分ないことだと思うんだけど、那須さんの原作があって、それを陣内一馬さんがその前後の曲を作って、そのまあ原稿を音楽に包んだんですよ。でその間僕がその原作を読む、で演奏があって原作の朗読で僕がそれでまた演奏で、今度は僕がまた書いたのを読んで、それからあのソプラノ歌手がその坪北さんが作った歌をその言葉を歌詞にした歌をやる。だからそのなんだろうね、こうメイキング編も含めて全部はすっぽり入っちゃったコンサート。なんか聞いてみたいですね。聞きたいよね。一回しかやってないです。兄ちゃんと僕、朝僕が学校に行くとき、ばあちゃんは見送ってくれる。兄ちゃん行ってらっしゃい。一人っ子の僕だけど、夕方帰ってくるときも、兄ちゃんお帰り。ばあちゃんよ、違うんだ、僕は兄ちゃんじゃない。最初はそう話した。8月のあの日、兄ちゃんが帰ってこなくて、ばあちゃんは一人ぼっちで生き延びた。嫌だな、死んだ人に間違えられるなんて。でも兄ちゃんが死んだ時、僕と同い年、そっくりだったって。兄ちゃん行ってらっしゃい。今日も僕は生きて学校へ行く。部活でクタクタになった僕は夕方生きて帰ってくる。兄ちゃんお帰り。兄ちゃんと一緒に行ったり来たりして僕はずっと生きているんだ。